かけじゅくじゅく。はい、どうもかけじゅくじゅくのまろです。さあ、今回は片岡たまこ。 についてお話しさせていただきますということで、やってまいりました。片岡たまこ。片岡たまこさんが亡くなったのが2008年なので、なんかあんまり過去の人だなっていう印象はないんですけども、えー、この人の作品っていうのはね、めちゃめちゃ面白いんですよ。まあ、一度見たら絶対忘れられへんやろうなっていう、えー、強烈なパンチ力を持った作品ばっかりなんですね。で、まあ、すごい人気なんですけども、ただ、意外にね、これ僕もそうだったんですけども、 片岡玉子のえ画業を通して、そういや調べたことないなと、見たことないな、というので、え今回調べてみたんですけども、えー、めちゃくちゃ面白かったですね。というのは、えー、この人ってね、あのー、平成に亡くなったので、なんか、まあ、昭和平成の作家さんみたいなイメージなんですけども、えー、違うんですよ。生まれは、 明治時代治ななんんでですすよよ古古いいって明治大正昭和で戦争戦中戦後もそうした上で、えー、高度経済成長とかも超えた上で、えー、平成になくなっているのでまあ言うたら近代から現代の日本美術日本画なんていうのをずっと生き続けてきた人っていうことで、えー、この人の生涯を見ると、えー、近代から現代の日本美術が、えー、サクッと全部見れるっていうそういうふうな、えー、生涯 なるんですよへえこれ面白いなと思って。で今回まあ参考文献としてこちら、えー「もっと知りたい片岡た子こ」ということでこれがね 結構ええ感じでまとまってるんで人めっちゃ付箋貼ってますけどね。<laughs> 妻に言うと受験生かって言われましたけどね。これがね、いい感じで全部まとまってて、であの著作権、あの片岡たまこさんも切れてないので、今回もう作品画像は紹介できないんですけども、えー、この、ね、本を読んでいただいたら作品画像も結構大量にねネットとかにもあんまり詳細なの落ちてないのが、ここに収録されているので、興味あったらね、これあの概要欄のところに購入できるリンクを貼っておきますので、 で買ってね読んでいただければめちゃめちゃ面白いなと思うのでよろしくお願いします。でこの本をベースに 一応僕もこの業界の中で生きてきている人間なので <laughs> 業界の中で結構頑張って生存している業者の一人だと思うんですけどね頑張って掛け軸屋の2代目として頑張ってきたその知見っていうのも合わせてプラスしてお届けさせていただきますなので今回は結構ねボリューミーになると思うんですけどもただめちゃくちゃ面白いと思うので是非ね最後までご覧になっていただければなと思いますそれでは早速いってみましょう さあ、そんな片岡玉子なんですけども、生まれってどこかってご存知あります。これね、意外に知らない方多いと思うんですけど、僕も知らんかったんですけど、えー、札幌なんですよ。北海道土産庫やったんですね。へー、知らんかった。北海道やったんやと思って。そう、北海道なんですよ。えー、1905年に札幌に生まれるんですね、札幌。で、 明治の38年なんで、北海道ってなったのは明治になってからなので、で、まあ札幌を中心にね、結構都市化が進んでたので、結構人段落して都市化結構しっかりしましたよっていう北海道の時代背景の中で札幌で生まれましたよと。 でえーまあ、どういうところで生まれたのかというと、まあ、お商売してるお家で生まれたみたいなんですねなんか醸造業というのがねなんかお酒とか味噌とかこう発酵するもの系を作ってるお店でまあ生まれましたよということでまあまあそれなりに裕福なところで生まれたみたいなんですよ。で8人兄弟の長女やったかな,、まあ、なんか結構多人数の中で生まれましたよと。で、まあ、周りはまあ都市開発されている、まあ、それなりに結構洋風にもなっている、えー、近代化した町ですよというところで、えーまあ、生まれたと。 んで、えーまあ、学校にも、学校もね、近くにあったんですよ。だから結構都市、都市な感じで、まあ、もう今の札幌、今の札幌とはよく言わないですけども、えー、札幌ってまあこのぐらいから、えー、発展してたんですね。都市化されてたんですね。っていうところでまあ育て,てたので、まあ、学校とかも結構あったので、まあ、そこで通ってましたよっていう風うな幼少期からスタートします。で えこう生まれて、まあ、育てたんですけど最初結構ね、えー、勉強はできたみたいなんですよ結構ねエリート校に入学してが学力が、えー、学業をこうやってたみたいな感じでねで進んでいくと、えー、将来の夢はね最初ね医者になる予定というか医者を目指してたらしいですねめちゃめちゃ頭良かったんやなっていうそ,のそのエピソードだけで分かりますよね、あのー、普通に、えー こう、才能ないというか、勉強嫌いな人で、俺医者になろうと思う人はなかなかいないじゃないですか。なんか手届きそうやから、医者になってみようと思うから、え、こうやんなろうと、将来目指そうとするわけで、え、なかなかね、こう学力がない人が、俺、アホやけど医者になろうとは思わないと思うので、え、医者を目指そうと思えるぐらいの学力はあったということで、まあ、めちゃめちゃ頭良かったんやなっていうのがわかると思うんですよ。で、 まあやっていって、まあ将来 A 社になるのかなと思ってたら、ここでね、あのー、ご乱心を起こすんですね、玉子さんが。 何かというとやっぱり昔から絵、ね、も好きやったらしくて私医者になるかなと思ってたけどどうかなというな周りがね、えー、なんか友達とかが「たまちゃんが画家になった方がいいよ」みたいな感じで言われてなんかその気になってしまって「うん私画家になる」みたいな感じで一念発起しちゃったらしいんですよ。でスイッチ入っちゃって「あお父ちゃん私画家になるから」みたいな感じで言うたら当然お父ちゃんブチ切れて「あほかお前は医者になれ」みたいな感じでもうちゃんちゃんバラバラの喧嘩になってしまったと。で、まあ、いや私は画家になる 父ちゃんは何も分かってないもう私東京に行って東京の学,学美術の学校行くからみたいな感じで半ば家出みたいな感じで北海道を後にして1923年にとりあえずね小学校教員の免許だけを取得して高校を卒業してで東京の方に移動,移動というか半分家出やね家出したと。 いやもうお父ちゃんほんま分かってへんわまあまあええし私家でしても東京行っておばちゃん家で下宿するしみたいな感じでおばちゃん家がなんか近くにあったみたいなんですねでそこに行ってまあ東京の美大に行こうということで入学するとでそれが女子美術学校というところなんですねこの女子美術学校というのは現在でいうと女子美術大学っていうのがあるんですけどそれの前身になりますで まあ、ここまで来ると、そ、んな画家になりたいんやったら、東京行くって言ったら、東京美術学校行ったらええんちゃうんっていう思う方もいらっしゃるかもしれないですね。あのー、まあ、画家になる、この時代で画家になるって言ったら、大体この東京美術学校っていうのに、みんな行くんですよ。まあ、今の東京芸大の前身になりますね。で、ここ、この東京美術学校っていうのが、国が建てた初めての、こう。 画家、アーティスト養成学校みたいな、えー、学校やったんですよ。だからそこで、岡倉天心とか、まあ、画壇の中心人物が校長先生になって、横山大観とか、えー、石田俊奏とか、下村観三とかを育てていったっていう、まあ、東山会とかもね、ここ入学して勉強しましたよみたいな感じで、もう誰、みんな画家になろうと思ったら大体ここを通るっていうのがあったんですけども、えー、子はなんでそこに行かなかったんでしょうか はい。これを答えれた人はすごいなと思います。あの、まあ、答えはね、簡単なんですけど、入学できんかったんですよ。あの、あの学力的とかじゃなくて、えー、女子だから入れなかったっていう、そういう時代背景なんですね。だからまだこの時期って、 あの女性が画家になるっていうことがやっぱりねまだどっか抵抗があるっていうような、えー、時代背景やったんですね。えー、だから上村松園、玉子は上村松園よりか30年ぐらい後に生まれているので上村松園の時もね、えー、結構画家になる女性が画家になるっていうのはもう周囲猛反対あったっていうのがあったっていうのをご紹介してるので、まあ、よかったら動画でご覧になっていただきたいですけどもそっから30年たって でってもまだやっぱりね抵抗というかあったんですね学校の中で、えー、入学はできませんよみたいなそういうふうな門前払いじゃないけども、えー、ダメっていうふうな時代背景があったとだからそういうふうな背景で北海北海道やったらなおさらそういうのが、ね、まだ根強く残ってそうな中でお父ちゃんと喧嘩して出てきたということだったんですよ で、まあ、しゃあないなということで、まあ、とりあえず女子美術大学校には行きますよと、まあ、ここで通いながら、まあ、絵の勉強をし始めたのが、えー、片岡玉子の画業のスタートになります。これが、えー、1923年18歳の時に、えー、スタートしたと。 で、えーまあ、学校で勉強するだけではやっぱ私は物足りへんと結構バイタリティー大勢やったんで、えー、学校以外でもちょっと勉強したいなみたいな感じで弟子入りするんですね。それが、えー、吉村忠夫という日本画家にまず弟子入りします。はい吉村忠夫、えー、この方っていうのは、えー、寒天系で活躍している作家さんだったんですね寒天 えー、観点っていうのは、まあ、この当時は定点っていうのが観点だったんですけども、まあ、国が主催している展覧会を運営しているのが、えー、観点だったんですね、まあ、観点でまあ,、えー、あの何官僚の観ね。だからもともと分点っていうのがあってでその次、えー、定点に変わって。 で、その後、新聞店っていうのになって、で、戦後、日店っていうのになって、現代、こう、つながってるっていう。まあ、今は一応民営化されてはいますけども、まあ、でも言うても、えー、国との関わり合い、文部省との関わり合いっていうのは、まだまだ全然、繋がり深いねっていうのが、バックグラウンドにある観点っていうものの定点で活躍してた吉村忠夫という、えー、日本画家に、えー、弟子入りしますと、ここで、まあ、えー、画力をこう磨いてたんですね。 で、えー、日本画だけじゃなくて洋画もまあ勉強したいなということで、えー、富田恩一郎という人のところにも通って勉強してたとなんかまあ2人について、えー、学校の勉強プラスにあ2人の先生にもついて勉強するっていうのめちゃめちゃバイタリティあるなっていう感じなんですけど、まあ、画家になると本気やったからねめっちゃ勉強してたと。 で、えー、学校を卒業してどうしようかな、将来どうしようかなっていう時に、えー、一つ事件が起こります。まあ事件っていううはあれやけども、えー、一つ出来事が起こります。それは何だったのかっていうと、お父さんによる、えー、言い名付け作戦っていうのがあったんですね。 これ何かというと、まあ、お父ちゃんと喧嘩して、まあ、たまは出て行きましたけど、やっぱお父ちゃんとしては戻ってきてほしいと、まあまあ、それは普通親やからね、やっぱ画家になるという、ちょっと心配やというの、それはせめて、うちのね、まあ、会社、醸造会社やっとうから、そこで、えー、まあ、なんか、お婿さんでも取って、まあ、一緒にこうやってくれたらええし、まあ、それがあかんでも取る、せめて手元に置いてね、北海道でなんかまあ、つつましくなんか、育ってくれた方がええわんって思うのが親心じゃないですか。 っっていいうのででいいけがおったんですね、えー、タバコにはおったのか作ったのか分かんないですけどまあいいなずけがおったと。でお前こいつと結婚するためにこっち戻ってこいみたいな感じでタバコにお父さんが言うたと。まあ電報かなんか知らんけども手紙か分からんけど、まあ、言うたと。 ならどううしようかってタマコ悩んだんだですねやっぱり言い名付け結婚のこともあるしな確かにが画家として食っていくっていうのはそう並大抵ね簡単なもんではないっていうのも私もなんとなくうすうすもうええ年になってきたから分かっとると二十歳超えてきたから分かっとるからね、えーまあ、どうやろうかって悩んでたけどもいややっぱり私は画家になるみたいな感じで、えー、もう断ったとお父ちゃん私画家になるわみたいな感じで言ったらお父ちゃんブチギレやったとまあそりゃそうやわなと「青がお前タマコー」みたいな感じでブチギレて「もうお前はもうええわお前を二度と うちのを纏うな、帰る出て行けみたいな感じで感動を食らったほぼほぼ感動を食らったというのがこの時やったんですね。でまあ、えー、卒業しましたと玉子どうすんのかなと思ったら、まあ、やっぱりね画家として食っていくっていうのはまあそう簡単ではないなっていうのもやっぱ身にしみて分かってたから保険をかけたんですね。だいいたみんんなそうするんでするるでけどどねよっぽどゆあの食わしてくれるあの 先生に、えー、うち弟子として入るとかじゃない限りは、えー、大体みんな保険をかけます。んで、何の保険をかけてたかっていうと、えー、小学校の先生の免許を持ってたので、えー、小学校の先生をやり出すわけなんですね。で、えー、小学校の先生を本業にしながら、まあ、副業で画家をしてるみたいな感じで、え、やってると。だから、小学校の先生がね、えー、一応稼ぎになるわけですよ。ライスワークになるわけですね。 で画家っていうのがライフワークになるというこういう二足のわらじで、えー、スタートしだすっていうそういうふうな流れになっていくんですよ。 ただ、この二足の終わらじはね、なかなか厳しかったみたいなんですね。え、まあ、それ普通そうじゃないですか。まあ、普通、小学校の先生って、まあ、まあ、言うてもね、え、まあ、何時で終わるか分かんないですけど、3時、4時ぐらいに仕事終わるのかな。まあ、言うても先生って大変なんですよ。で、4時ぐらいに終わって、まあ、言うても、まあ、その後、なんかいろいろ処理やるじゃないですかね。テストの点数つけたり、え、あのね、蝶のなんか返信変えたとか、なんかいろいろして、まあ、夕方5時、6時ぐらいにやっと、まあ、終わるかな、みたいな感じでまあ、よくて6時ぐらいに終わったとしましょうで、家、家帰った7時ぐらいと。 晩ご飯の用意しますわねみんな自分で食べるもんかもわからんし、まあ、この時下宿しとったかわからんけど、まあ、ご飯して、まあ、風呂入って、まあ、寝る準備もしてで明日の仕事の準備もしとったらもう9時10時ぐらいになるのかなで大体みんなここでグッカ探求、おやすみなさいグーって寝ますわねただたぶはここからがスタートなんですよ「よし副業タイムや」みたいな感じでこっから絵を描き出すわけなんですよ「おお陽があるなー」みたいな感じなんですけどでまあ描く,くわけなんですよ夜くわけなんですけども、うんうん <laughs> ってなるわけなんですい。まあ、なるわ、そら。って、なる、なりましたね。なる、なってたと。で、このまま寝たあかんから、風邪ひいたも元も子もないからということで、なんか上着を着て、えー、いつ寝てもええような体勢で、こう、買い取って、で、あが、もう、もう眠い、もう眠いってなったら、えー、床にちょっとこう、仮眠をして、ふぅ。 よし、10分寝た。よし、頑張ろう。みたいな感じのことをやってたと。いや、それ、一夜付けの受験生ですやん。僕がよく使ってた手ですやん、もう。僕がテスト前になったら、もう大体そうやってね、やっても、携帯アラーム5分後として、こうして、ブー、あ、起きて、あ、勉強もう一回しよう。やってた。一番効率の悪いね。もう最初から勉強しとけよっていう、そういうパターンをやってたのが、たまこちゃんと。それが、えー、エブリディ日常やったということで、大丈夫か。本業にも影響でそうやなって感じなんですけど、たまこちゃんは頑張ってたと。 でえー、展覧会にね、えーまあ、一応目指してたんですよ。あのー、これね一応この時タマコっていうのは定点先言ってた観点の,の定点に出品しようと思って、えー、こう制作をしてたんですけどこう定点に出品しようとするのを一応師匠には内緒にしてたんですね。だから先言った吉村忠夫には内緒にしてたんですよ。まあこれなんでなのかっていうのはね、まあ、正直なところは分かんないんですけどまあ 例えば師匠からの口利きで師匠の力で入選とかになったら嫌やっていう思いもあったのかもしれないし、えー、もしかしたら「いやお前にはまだ早いお前はまだ修行中のみやろ何調子乗っとんじゃん」みたいな感じで出品を止められたかもしれないっていうので、ね、まあいろんな陰謀も枠でこう言いたくなかったっていうのを内緒にしてたみたいなんですよまあ僕は多分ね止められるのが嫌やったんちゃうかなと思うんですよっていうのは多分ご自身はね絵描きとして早く売っていきたいっていうのでちょっと焦ってた中で早出品して早く評価を受けたいっていう いうのがある中で、えー、出品を提出されたらちょっとたまらんなっていうのがあったからちゃうかなとは思うんですけど、まあ、分かんないですけど、まあ、一応出品はこう内緒にしてやってたと。 でまあ、だんだん、だんだん、展覧会の、ね、期日が迫ってくるわけですよ。だから、まああのあ、まだ、まだ締め切りが間に合って、間に合ってないし、こんなんじゃ間に合わへんわ、どうしようみたいな感じで展覧会が、ね、締め切りが間近になってきたら、うー、んうん、わかった。ちょっと学校の教校長先生にちょっと頼んで、ちょっと学校に止め,止めさせてもらって、ここで制作するみたいな感じのことをやってたらしいんですよ。すごいバイタリティやねすごい合唱能力やねだから、まあ、通勤する時間も、えー、もう削って、 でもう何ならもう学校で、えー、もう授業終わったらすぐかけ隠に徹するまで晩飯はおにぎり1個でーわーみたいな感じで、えー、おやるぐらいのめよ、えー、用で何とかかんとか出品を、えー、果たしたんですよ。それが、えー、1927年の第8回定点に出品しましたよとうそういうことなんですよ。で、えー、結果どうだったのかっていうところなんですけども残念ながら。 落選っていうことで、ギャーってなったわけなんですよ、タバコ。ギャーなんでねみたいな。私がこんだけ火を、罪に火を灯す思いで書いたのね。なんでね みたいな感じになっとったと。えおかしい、おかしい、おかしい。なんかおかしい、なんかおかしい。なんか、なんか世の中間違ってる。あ、分かった、分かった。審査員がたまたまね、ちょっと頭悪い、目悪いやつやったやな。分かった,かった、もうしゃーないな。いかに停電って言ってもね、あもう審査員の目もね、節穴の場合もあるからな。しゃーない、しゃーない。これもう運もあるって言うなら分,分かった、分かった。もう、ね、しゃーないから、次ね、来年私、何としたらもう一回ね、出したらちゃんとパチコーンって受かるはずやからね。わかりました。リベンジします,します、します。したる前に、ね、私は大物やからね、みたいな感じで、えー、何んとかもうその 生活をもう1年繰り返して、えー、こう次回も出品したんですけども残念ながら落選っていうことでたま、えー、コグーングシューンってなってたと「あ私もあかんわエクトプラズムぶわめっちゃ頑張ってすてか睡眠時間ほとんどずれてないからもう普通にしんどいし」みたいな感じでもう負のオーラをめっちゃ出しとったんですよ。なら 周りの人がねやそんな心配しても、ね、その気落ちんでもまだまだ先未来あるやんかと言うねんけどもたまこちゃんはねもう,うっさいほっといても,もう私もうええねんどうでもええねんもう私の人生もううんこやねんみたいな感じでちょっともう自暴自棄になっとったと。で周りも心配してああかんこ,のこのままじゃたまちゃんあかんからちょっとね私の知り合いに日本美術院っていうあの団体のそこで活躍してる作家さんがいるからちょっとその先生紹介する するかららそこでちょっと話聞いいてもらいな,さいなんかあのね解決策見つかるかもしれへんやね先生やからねどうみたいな感じで言ったらたまこうもう「分かりましたほんなまあそこにちょっと行きますわ」みたいな感じでその先生と出会ったとそれが、えー、中島清という先生なんですね。 でまあ、この日本美術院っていうのは、えーまあ、横山大観がこの時はもう主催になっているんですけどもともとは岡倉天心っていう人が建てた団体だったんですねで、えー、岡倉天心が東京,東京美術学校をちょっと追われる形でちょっと不倫をしとってそれがぶち抜かれて、えー、大問題になって美術学校騒動っていうのが起こったので岡倉天心が、えー、その東京美術学校を辞めてで岡倉天心を慕う人たちで作ったのが日本美術院っていうのがあったんですよ。 あったんですけども、えー、だんだんちょっとオカクラ電子が、あの、バイタリティ旺盛でいろんな海外にも行くようになって、えー、ちょっと忙しくて、この活動が停滞してしまったと。で、そうこうしてたら、えー、文展っていう国のね、展覧会がバカでっかいのができたので、みんなそっちに行こうぜ、みたいな感じで、この印展で活躍してた作家とかもみんな、え、文展の方に流れて、この日本美術院っていうのがちょっと停滞して、もはっきりして、えー、空中分解してたような状態が続いてたと。 で、えー、やってたんですけど「分点っていうのはね結構ね、えー 国が主催してたから、やっぱ癒着とかが多かったんですよね。えー、審査とか入選誰がするとか、審査員誰がするとか、なんかコネがめちゃめちゃ多くて、そういう体制に不満を持っている人たちがいっぱいいる中で、岡倉天心も亡くなってしまったと。で、その岡倉天心が亡くなってしまった意思を継いで、岡倉天心の一番弟子みたいな感じの横山大観が、やっぱ日本美術院を復活して、このね、国の文典と対抗できるような団体を持って受け皿になることが必要や、みたいな感じで、 建てたのが、えー、最高引点っていうのがあるんですよ。で、えー、そこにまあ最高引点に流れていく作家と分点、えー、国のえ主催する、えー、展覧会というこの二極構造がこの時期のえ画壇だったというこういうバックグラウンドがあるんですね。 ならば、国主催の観点の定点と、在野の私立の日本美術院院展っていうのがあって、その日本美術院で活躍している作家を紹介された、それが中島清さんだよっていう、そういうふうな流れになります。はい。 で、まあ、この、中島清さんのところに、ね、相談しに行ったんですよ、玉子は。あのー、私、定点出品したんですけど、もう全然あげませんでした。私が精魂込めてね、もう爪のところ、爪に火をともす思いでね、描いたやつもね、もう剣も腹乱に落ちました。私もう画家としてはダメみたいですわ。みたいな感じで言っとったら、清さんがね、いやー、玉ちゃんねあの、そんなに悪くないと思うよ、君ね。もしかしたら、あの、定点の風土っていうのが合ってなかったんかもしれない、まあ相性ってあるから、で、芸術やから。やっぱ見る人が見てもらう。 ワンと花って咲かへんもんやから、えー、もしかしたらインテンの方がいいんちゃう日本美術院うちの団体がやってるインテンっていう展覧会があるからそっち出品したらもしかしたらあの評価されるかもしれん入選するかもしれんからどうみたいな感じで言われたら玉子、まあ、はね弱ってるからね。 弱ってる時に、あの、優しい声をね、かけてもらえると、えー、みんなポロっていくじゃないですかね。えー、だから、まあ、たまこも、あ、そう、中島先生がそういうのやったら、私、ちょっと、インテン目指して、インテンの出品して、目指してみようかな、そっちでちょっと花開かしてみようかな、みたいな感じで、えー、インテンの出品を目指すようになっていくんですよ。はい、たまこちゃんは。ただ、これがね、大問題になるんですよ。いや、ほぼほぼこれまで、あのー、もともと、えー ついでた吉村忠夫っていうのは、えー、定点の作家さんじゃないですか。で、しかもそれに内緒でこう出品してたっていうのも問題やったし、えー、言うたら、 定点からすると、えー、この観点からすると、えー、日本美術院のことはあんまりよく思ってないっていう作家も多いんですよ。言うたら、自分たちの方がすごいのに、えー、観点、国のお墨付きをもらってるのに、私立やのになんかふんぞり返った反抗精神みたいな塊の、こいつらがなんかガタンでブイブイなんか意見を言ってるみたいな感じで、なんやなあいつらみたいな感じで、リズムの戦いがあって、結構ね、え、お互いが牽制し合ってるみたいなのがある中で、えー、マちゃんがそっちに行っちゃったもんやから、それがバレたんすよ。 はい。バレて、ただおさんぶち切れになって、おい、たナコおい、お前聞いたぞ。お前なんかわしに内緒でああ、定点出品しとったらしいな。お前どういうつもりやねん。なんでわしに言わへんねんお前言うのが筋ちゃうんか。わしが教えてきたんちゃうんかよ。 まあそれはまあええわ。まあ百歩譲ってそれはええとして。お前なんていうにいくの出品して落選した。まあそれはそれでしゃあないなというところで、それでワわしんところ来るんかなと思ったら何よお前、インテンの作家のところ行って、何インテンの作家に教えてもらってインテンの出品目指そうとしてるらしいな。 ああ、お前そういうことすらああ、そういうことすんなね。ああ、そうやって恩をあだで返す。あ、はあ、よりによって敵対勢力のところで出品しようと。もう、もうそっち行ったらもうお前二度と定点ではもう足踏み入れないようにしたろから。もう、も、ま、う、あ、わかったわかった。ったおんな前もう波紋や。もうどっか行ってそっちの方行ってこいや。みたいな感じで、ただおさんブチギレと。まあ、こんなに嫌やったかどうか嫌なやつやったかどうかわからんけど、ブチギレってタバコは波紋を食らいます。はい。 えー、なんと22歳にして、えー、父親から感動を贈らって、えー、師匠からは波紋を贈らうというねなかなかの両両ダブルパンチをくらったのが金田真子になりますでまあ、えー、もう引くに危険状態になったので支払からもう印店の方でね活躍しようと思ってそこにインテ店ン出品を目指して画業を励んでいきます。 で、どうなったかっていうと、えー、印券で出品して入選したんですよ。<laughs> したのしたんやと。そう、したんですよ。それが1930年25歳の時に、え、第17回引券っていうので、えー、美和という作品を出品して入選します。これが初入選。おめでとうということでよかったねっていうことなんですよ。で、まあ、やっぱ相性ってあるんやね。 で、えーまあ、この珠子自身もね、まあ後でこの画業の中を振り返ってね、まあ後でもいっぱいいろんな賞をもらうけどもこの時がいっちゃうれしかったっていうぐらいねやっぱうれしかったみたいなんですよそれだけ苦労をしとったみたいなんですねまあ常に火をともそう思いでやっとったと。で、えー、この「琵琶」という作品はあの作品画像は出せないんですけども、えー、後々の作品タマ子さんの作品を知ってる方だとしたらえっ、ー、っていうような作品です。はい えー、普通の課長画です、はい、普通って言ったらあれやけど静なななな感じででか,静かな本当にあの上品な課長画なんですよこれタマ子さんの作品みたいな感じで思うぐらいもう本当にあの、まあ、悪く言うとおとなしくてあの肩にはまった、えー、作品っていう感じなんですけどでもまあまあでも綺麗なっていう普通肩にはまったって言ったらあ言い方悪いなまあええー、感じの普通の課長画なんですよ。 でそんなんやんねやと思ってたんですけど、まあ、それで入選して「よかったね」ということで、えー、やっぱり私はてあのー、陰天の方がよかったやって,って気をよくしてたばこは頑張るわけなんですよ。で次出品したのが1933年に第20回の引、え、券、ー、で「学ぶコラ」っていう、えー、作品を出品しますこれも、えー、入選しますということで「おめでとうございます」ということでよかったねあの30年と33年に2回ねこう入選したら「あっコラええっちゃ」ということで。 で、まあ、この学ぶコーラっていうのは、えー、こからね、人物側にシフトしていくんですよ。まあ、気を良くしたのかもしれないですね。あの、入選したっていうので。 でもこの学ぶ子ら」っていうのは自分の教え子が勉強してる姿とえなんか刺繍してるっていう,もうめっちゃ真剣に書いてますねやってますせっていう子どもたちのえこう一瞬を切り取ったそういうふうな作品がえすごい評価されてでまあえ衣服とかのね細かいディティールとかの表現っていうのがまあすごい評価高かったみたいでえこう評価されましたここから人物画に振り切っていくんですけどもえ神様はねそううまいこと こう調整してくれなかったみたいな、ね、試練を与える形なんですよ神様試練を与えますここからね落選続きになっていくんですねなんでやねんみたいなさ <laughs> なんでやねん2回も入選したからなんかコツつかんだのに何があかんねん次からなんで落選ばっかりやねんみたいな感じで、ね、もうのた打ち回るわけなんですよギヤーこれもギヤーダメ落選これもギヤーダメ落選何が違うのに最初と何が違うのに一緒にやったるはずやのねみたいな感じで、ね、あの答えが見えない中でもう もう苦しむわけなんですよで。あんまりにも落選するので、周りからは、あ、たまちゃん、落選の神様ですね、みたいな感じで、落選の神様というありがたい、こう、ネーミングをね、頂戴するという、もう、そんな状態になってしまった、もう残念な状態やったんですよ。たまごはもう、あかん、もう私どうしたらいいや、ままま、まだ、まだもう、自暴自棄なんで、もう、まだまだ、まだまだ、まだ分からんようないので、ま、たもう、誰か私を救ってくれや、みたいな感じで、もう、やけくそになりながら、もでもまあ、絵は好きやったからね、あの、 もう捨てれんかったからやめようからいやでもまだやろうやめようからいやでもまだやる,ややだやるみたいな感じで続けてたんですよ。なら、えー、一つ光が差し込んだんだですねそれが年に、えー、インテン試作展っっていうのがあったんですよこれはまあ春に行われる展覧会なんですけども、えー、まあ「隠ン,ンって今で言うと「えー、春の隠ン,ンっていうのがあるんですけどそれの前身になるのがこの「隠ン,ン試作展っていうのであって。えー インテンって年年回回今現代でででもねねあるんんすすよで秋が本ちゃんなんです、ねまあ、芸術の秋っていうことで秋本ちゃんとして春にもでも展覧会やろうねっていうのでちっちゃい展示会をやってるんですねそれが春のインテンっていうんですけど、まあ、ライトな感じで、えー、ちょっと自由度を利かしたまあ言うたら本ちゃんはちゃんとせなあかんよね秋の展覧会はもう伝統あるもんやからちゃんとしたそれにのっとったちょけれないちゃんとしたガチのショッピングをするんですけどもやっぱちょっと。 遊びたい時とかであるじゃないですかね、作品とかを、ちょ、ちょっと、えー、挑戦してみたいなったら、あのあち、理解にこっちの方がいいかも、これちょっとみんなで評価確かめたいな、みたいな感じで、冒険したいなっていうのを発表する展覧会として、春の引転っていうのがあるんですよ。 これね、あの日展でもそうなんですよ。日展も秋がメインの本ちゃんなんですけども、えー、春に日春展っていうちっちゃい、あのー、まあ、遊べる、遊べるみたいだあれやけども、まあ、自由が利く展覧会っていうのがあるんですけどまあそれをえ、ね、引展の前段階のやつが、この試作展ってやつだったんですね。 で、そこに、えー、こたつという作品を、まあ、出品したと。えー、たまこちゃんは出品したと。もう、わからんけど、まあ、とりあえず、こたつで、なんかね、えーお、お、みかん食べたりしても、そんな感じのやつを書いてみますわ、みたいな感じで書いて出したら、これがね、評価、良かったんですよ。で、これを評価したっていうのが、えー、前田清孫っていう作家が、 コタツの質感がいいよ、たまちゃん。いいじゃないか、このコタツの質感。いや、グレードだよ。君、これを生かして、ごの頑張りなさい。みたいな感じで言われて、たまちゃんはすごいやる気になったと。で えー、この前田清孫って誰やねんっていうと以前ね印、えー、天の日本美術院の作家の次世代別紹介みたいな感じで第一世代から順番に紹介してたんですけどもそれの第三世代にあたるのがこの前田清孫なんですね。まあ、第一世代っていうのが、まあえー、創始者橋本画茂世代ですねやっぱこれも橋本画茂しかいないんですけども橋本画茂世代と。で第二世代が横山大観とか菱田俊奏下村勘三とか、まあ、あの世代ね、えー、まあ言うたら創始者。 インテン復活グループの母体となった人で第三世代というのはそれの後輩世代ですね、えー、その中で後輩世代で「サンバガラス」っていうのがいたんですよ。 まあすごい作家さんそれが前田清孫と小林古慶と安田幸彦ってこの3人がねすごい中心的な引典のこの後輩世代の中で重鎮中堅どころの重鎮としていたと。でそれの前田清孫に「まちゃんいいじゃないこたつのしつこいよ!」って言われたもんやからまことしては「やったー前田先生に褒められたね!」みたいな感じになって自信を取り戻したと <laughs> 単純やね。<laughs> こんなんなっとるから <laughs> 落ちるときこうやけど分かるときこうやなみたいな感じでめっちゃ 調子に乗ったとで、えー、キーよくして買い取ったら、えー、復活したんですよよかったねラマちゃん復活したよということで1939年に第26回引天の緑陰という作品で、えー、また入選を果たしますはいよかったおめでとう復活のタマちゃんこの緑陰っていうのは。 ままた子どまたちを描いてるんですけどもまあブドウの棚がこうあってそこにまあいろんな服を着たちマチョゴリとかを着た女の子とかが描かれてる作品ということでまあこれがすごい評価されてえまあよかったねって復活したと。でこのね入選をきっかけに「寅悠」というメンバーにえーランクが上がりました。ン、e、日本美術院っていうのはランクがありまて で一番最初の、まあ、ペーペーというか最初なのが研究員というランクがありますとでそこで賞を取っていくと、えー、インンユーという、あのー、ランクになりますこの「インユーがね、まあえー、メンバーとして認められたという、まあ、い一応、ねあのー、日本美術院の会員だよみたいな感じの、えー、一応まあベーシックな ポジションになります。ただここになるだけでも、ね、結構大変なんですけど、引用にも、ね、簡単になれるもんじゃないので、まあ、とりあえず引、e、用になりましたよと。でそこからいろいろ賞を取っていくと、今度特待という、えー、ランクになります。 でそこからまた賞を取っていくと、えー、招待という、えー、ランクになります。これ特待招待も、ね、なかなかなれないんですよ。結構きついよ。このあのー、まあ10年ぐらいかかるとか言われていますね。ストレートで言ってもっていうぐらい結構大変な、えー、まあランクなんですよ。特待招待も。でこれ特待招待が終わった後同、えー、人という、えー、ランクに入ります。この同人が言うたら運営維持をする、えー、日本美術院の運営維持をする、えー、言うたらまあ役員的なポジションが同人。 となりますだから同、えー、人以下だから正体特待隠有研究員っていうのは審査される側なんですね、えー、展覧会とかでは。で同人っていうのになると今度は審査する側になるっていうここで明確な違いがあるっていうのが、えー、この隠転の組織図なんですよ 同人の中から一応まあ、えーね、団体なので、えー、幹事がいたり理事がいたりね表現がいたりとか幹、えー、顧問がいたりとか,なん,かなんかいろんな、ね、役職がいっぱいありますよとそれで印店、えー、の日本美術院の運営をどうにかしていきましょうねみたいな感じで回しますよというのがあるとこういうふうな組織体系をしている EU になりましたということでやっと、まあ、スタンダードなベーシックな、えー、ポジションに入りましたよということで「よかったよかったマちゃんこれで君も一人前の日本美術院の会員だよ!」 みと。なんならまあこっからはね、えー、気をよくして自信もついてよしやっぱり私この見えたみたいな感じでこのやり方でええんやみたいな感じでタマちゃんはパワーアップして、えー、どんどん突き進んでいって、えー、入選もどん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 繰り返すような形になっていきます連続入選を果たすような形になっていますとへえよかったねと。 で画風もちょっと変わっていきまして人物画の画風というのがすごい力強くなってくるんですねだ後々の,あの面構えとかにつながっていくんだなというような感じのそう片輪が見えるような、えー、描写が増えていきますと。で、えー、それというのの代表作っていうのが1942年に描いた「えー、祈との僧」っていう作品になります。はい 祈祷の層まあお坊さんがね、えー、祈祷してるっていう作品なんですけどもこれもまた評価が高かったんですけどもこの作品をね作るのには結構ね、えー、事件というかドラマがあったみたいなんですよ。もうドラマばっかりやなって感じなんですけどいやあったんですよ。というのはタマコっていうのは、えー、やっぱモデル人物画を描くのにはモデルが必要やと。でまあ今まではね教え子とかを中心に描いてたんですけどもいいや私ちょっとちょっと違うところも描いてみたいと思うようになって。 で、お坊さんを描きたいなと思ったらしいんですよ。で、あるお坊さんに、すいません、ちょっとモデルになってもらえないですかみたいな感じで言ったんですよ。ならお坊さんが ちょっと正直嫌やったみたいなんですね。モデルになんかなりたくないの。ないのもうガカ、もペイペイがなんかにギヤギギ言ってきて、もう修行の邪魔やな、みたいな感じで。えー、なんかでも、ね、剣もほろに断ると、あのー、ね、問題になるから、なんかね、な,なんか仕返しに来られても嫌じゃないですかね。なんか注意したらお前しまくぞみたいな感じで来られて嫌じゃないですかね。最近ね、あの、簡単に注意もできない世の中になってたんですけど、なってるんですけど、まあそんな感じで、ちょっとね、もうダイレクトに断るのも嫌やから、ちょっと嫌な感じで断ったんですよ、そのお坊さんが。 ああ、たまこちゃん、ああ、君ね、私にモデルになってほしいんだったらね、わかったわかった。みんなちょっとね、君の熱意をちょっと確かめさせてもらってもいいかな。今からね、 あの寒くなるよねの。時期的に寒くなるよね。だからちょうどね、寒の入りっていう時期があるのよ。1月5日ぐらいからね。ちょうど我々修行が始まるんやけど、ね、その修行についてこれたらね、えー、まだ当たってもええよ。その修行っていうのは、えー、1月5日からねまず肉食っちゃダメですよね、えー。肉食っちゃダメ。坊さんやからね。肉食期ダメですよ。着物の肉とか食っちゃダメですよ。と。で、朝ごはんは卵1個だけになります。坊さんはこうなるんですよ。坊さんはね、卵1個だけ。 で昼と夜は、えー、そんな卵1個とか言わないんですただ昼と夜は、えー、野菜を食べましょう採食を採食しましょう、えー、野菜を食べましょうね。 で、えー、ご飯も OK。まあ、ここまで楽でしょ食べることちょっと制限するだけで頑張ればできるでしょで、その後、夜中の2時ぐらいに、えー、水魚を水に打たれるという、このくっそ寒い中で水に打たれるという、えー、修行が待ってるんですね。これがね、防んの中でも結構大変やけども、えー、これを超えて、これをかける21セット、21日間続けてくれたら、そんだけの熱意があるんやったら、えー、モデルになってあげるわ。 みたたいな感じで坊さんが言ったと大体体のいい断り文句やねもう「くんな」っていうことやねもうやらへん」っていうことなんですけどもタマコは「あ分かりましたあやってくれるんだったら」 渡すやるますわ、みたいな感じで、やったと、やったんですよ。なら、坊さんにあ、やりましたよ。21日間経ちましたよ。私、全部水浴びもしましたし、肉、もっ二肉食ってへんしね。野菜ばっかり食いましたよ。卵1個でやってましたよ。私、貧乏慣れてるんでね。やってましたよ。私、下宿先でね。あ貧乏慣れてるんで、やってましたよ。あ坊さん、ぬもルるになってくれやみたいな感じで言ったら、坊さんも、やれ。 やってきた。やるの。坊主の中でも嫌がってや、ね、やらへんやついっぱいおロに、こいつやってきよったで。はあ、これは断ると、また何ついでかすかわからんから、わかりました。じゃあ、モデルになります。って言って書かれたのは、この祈祷の層ということで、ね、なかなかのドラマやねん。タバコちゃんもなかなかやるねーっていう感じなんですけど、だいぶ脚色あると思いますけど、まあ、こんな感じで、まあ、修行のそのお題目、あのメニューはこんな感じだったらしいんですよ、ほんまに。 まあそれをタモコちゃんこなしたとだから結構ガッツあるんよね。本マ、まえー、自分がこう書きたいって言ったものに関してはめちゃめちゃ努力する。本マねあまあ、夜も寝ずに学校でこう泊まり込んでやるぐらいやから結構ねサフなんやなとまあ、結構そういうの嫌いじゃないですけどね。そういう画家の面が見れたら好きになります、ね。僕結構こういう面が見れるとねおいいじゃん。 美しいよ。ビューティフルだよ。面白いよ。僕大好きだね。そういうドロドロした、こうね、血みドロになっててもなんか描いてやるぜ、みたいな、そういうの大好きなんでね。あ,あ、たまちゃんいいよ。いいね。いいね。たまちゃんいい感じで躍動してるね、みたいな感じで思って、えー、まあこういう風なのが描かれましたよ、と。んで、えー、この作品を見て、えー、まあ評価してくれる方もいらっしゃったと。っていうかね、この時期っていうのはまあ、この祈祷の層もそうなんですけども、まあ、 パワフルになっていくんですけどもやっぱね特徴が強すぎて悪が強すぎて、えー、まあいい人にはいいんですけど周りからゲテ者って扱いみたいな感じで言われることが多かった。 たんですねなんかマちゃんの絵ってパワーあるけどちょっと怖いよね」みたいな感じで、ね「ゲテモノっぽい」なんか「なんか毒々しい」とかね「あれアートだとんか綺麗な花鳥画とか描けへんのあの人は」みたいな感じで言われたりね「まあ、松園さんの美人画を見習ったらええのに」みたいな感じで言われたかもしれないっていうぐらいゲテモノ扱いされてたのを結構マコっていうのは悩んでたんですね悩んでる中で「私ゲテモノ」とか言われてるけどでも私にはこれしかできへんいやでも普通になった方がええんかな普通を目指した方がかな」 私自分が書きたいもん押し殺し普通になろうかな書けって言われたら描けんことないしなみたいな感じで悩んどったら、えー、ある人がお告げをくれたとそれが誰かというと、えー、小林古慶という先生だったんですね。 これがまあ、えー、有名なゲテモノ激励と僕は呼んでるんですけども、まあ、ゲテモノ激励というのがあったと思うんで、この小林古径っていうのが、さっき言った日本美術院の、えー、第三世代、前田清孫とかのサンバガラスの、サンバガラスの B ですね。えー、A が前田清孫 B が小林古径。小林古径が、えー、この玉子ちゃんに言ったんですよ。いやね、玉ちゃん、あの、あかんで、ね、捨てたら、そのみんなゲテモンゲテモン言うけどね、君の絵はね、そこがええんや。 確かにね、今はまだゲテモンや。まだまだ見にくいかもしれんけど、本物の絵、えー、とゲテモンっていうのは、神人や。要は言うや、天才となんとかは神人や言うやろ。あれと一緒で、君の絵はまだね、まだ伸びる余地はいっぱいあんねんけども、だま,まだゲテモンやけども、君はそれを捨てたが、それを貫き通しなさい。それが君しか描けない。君だけのオリジナルの美意識で描き出される。それこそがアートになるはずだから、君はそれを追求しなさい。みたいな感じで、古、え、慶、ー、さんが言ったと。たまちゃんが、 これ手間をやろうみたいな感じで思って、えー、そこからもう邁進していくという形になって、えー、どん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 こう、その路線を突き進んでいくという形になったと。だからすごいですね、あの、前田清孫にも褒められて、小林古径にも褒められてっていうことですょから、まあ結構ね、やっぱなんかいろいろあったんでしょうね。その重鎮たちがなんか、あ、こいつなんかあるなって思えるようななんかが玉ちゃんにはあったんやろうなっていうところで、まあこういう風な感じで進んでいくと。で、まあ時代はね、戦争があって、 でまあ、戦争中はねやっぱ疎開あの何、えー、東京に住んでたりとかしとったら、まあ、爆撃とかもあったりするので、えー、疎開して、えーまあ、小学校まだ小学校の先生やってるからね小学校の先生しながら疎開学子供とかを紹介させながら疎開先でも絵を描いてたらしいですねすげえなお前どんだけタフやねんって感じなんですけど、まあ、頑張ってるともうほんまにね熱血やなという感じなんですけど、まあ、そんなのがあって終戦も迎えてじゃあ次どうなったのか っていうと1946年、まあ、戦後の翌年ですね中島清の勧めで安田幸彦に入門っていう形でまあ中島清っていうのはさっきのテンのでねお悩み相談してくれた人ねに連れられて安田幸彦っていうところの先生のところに入門するようになりましたと。でこの安田幸彦がさっき言った第三世代サンバガラスのラストの C になるんですよサンバガラス C の安田幸彦が面倒を見たと。 でえー、当時ね安田幸彦っていうのは平日になんか勉強会みたいなのをしとったんですよ、まあ、塾やから塾みたいな感じでね、えーまあ、生徒集めてやってたんですけどたまあ、玉ちゃんは言うたら働いてるじゃないですか小学生やから小学校の教員やからね。 だから当然その平日には行けないっす」ということでねゆきひこさんに「えー、すいません先生渡すちょっと小学校のこう教えなあかんので平日はいけねえんだす」みたいな感じで言うたと。ならまあゆきひこはまあ断ることもできたんですよそんな特例は認めませんっていうことはできたんですけどもやっぱこいつなんか見る目あるな面白いなということで分かった君は特別に日曜日に来なさいみたいな感じで、えー、特別扱いで日曜日に教えてもらうというのを受けたんですよ。へえすげえなそう <laughs> 一人だけ特別扱いみたいな感じで、ね。 やられたんですよ だやっぱり前田清孫にしても小林古慶にしても安田幸彦にしてもまあ言うた第三世代の重鎮っすよこれこの三人ってほんまこの横山大観の次の世代の重鎮と言われてるサンバガラスにみんなにこう目をかけられてた褒められてたこの子はちゃんと育てたらなあかん次世代として育てなあかんと思われるぐらいの何かがあったっていうことなんですよ。 3人ともが「こうタコすごいからこいつはちゃんと盛り立てなあかん」みたいな感じで面倒を見たっていうところに何かタコの凄さが感じ取れるなっていうところなんですよ。で、まあ、そんな幸彦の応援もあって、えー、1952年第37回インテに出品した「美術部にて」 っっていう作品がめちゃめちちゃゃ評価高かったんですよ日本美術院の、えー、日本美術院賞っていう大賞ももらったし大観賞横山大観のね大観賞っていうのももらったっていうことでこれで、えー、日本美術院の導入になるわけなんですよ。 出ました。同人。さっき言いましたね。えぇ、ー、引用の次が特待招待があって、で次、同人になるってこの運営する側に、えー、なったと。ついにここまで来ましたよというのは、すげえなということなんですよ。同人にまでなったということで、ね。で この美術部にてっていう作品はね、僕結構この、たまこの代表作の中では結構好きな方というか、あ、そこ書くみたいな感じで思ったあ、好きな作品なんですよ。画像は紹介できないですけど、まあ紹介、えー、内容をね、紹介すると、まあ美術部っていうと、あの別に学校の美術部を書いてるわけじゃなくて、えー、百貨店のね、美術部っていうのがあるんですよ。あのー、まあ、 百貨店行かれたことが、まあ、百貨店は行ったことあるわっていう人がほとんどやと思うんですけど、百貨店のね、大体5階とか6階に美術画廊とか美術サロンみたいな、なんか、あの、何、絵を飾るすごい画廊みたいなスペースっていうのは大体ありますわ、百貨店には。で、えー、そこでね、まあ、展覧会をするんですけど、画家とかの展覧会をしたりしてやるんですけども、 あっこって、えー、行かれたことあるか、ある方いらっしゃるかどうかわかるんですけど、満杯になってることってないんですよ、ほとんど。はい。えだいたいまぁ、あ、3、4人ぐらいのお客さんがいて、えー、こう、ギャラリーのね、店員みたいな人がいて、ついて、こう、説明しながら、こう、販売、販売しようとしてるのかわからないですけど、まあ、説明してるのか、談笑してるみたいな感じで、もう、私これ買うあれ、俺がそれ狙っとったのよにみたいな感じで、うん、ギュうギュうすることは、まあないです。はい。っていうのは、 え、美術部っていうのは、基本的には、まあ、あそこで展示をしてお客さんに来てもらって販売をしたりもするんですけども、えー、こう、お客さんはね、自分から来ることっていうのは、そんなに、まあ、ないこともないけども、えー、割合的にはそこまで多くはないんですよ。あの、バーゲンセールみたいな感じでね、あの、スーパーのヤスリや,やみたいな言ないかなあかんみたいな感じで来ることはないと。まあ、ほんまに好きやから来たか、冷やかしで来るかの、えー、どれかで、本当に、 あのー、まあ買ってほしいというか、えー、まあ この人脈あるなこの人本当に好きなんやろなってよん来てほしいなって思うのは、えー、その美術部が結構リストを持ってるんですね過去の顧客名簿というか過去買ってくれた人たちの、えー、リストがあってその人にあこの人はこの映画好きそうやなこの作家の映画好きそうやなみたいな感じで、えー、電話をして、えー、いいのがあるんですけども見に来られませんかみたいな感じで、えー、招待をするかもしくは外商って言って外の商売って書いて外商って言うんですけども、まあ、営業マンがね、えーまあ、なじみのの、ね、お客さんのところの 外回りをするわけなんですよ美術文の外相というのは でえー、ちょっといいのがあるんでもしよかったらご覧になられませんかあの別に無理してあの買っていただく必要はないんですけどまあお好きだと思うのでもしかし気に入るかなと思って1点しかないんでねあのまず見ていただいてお客様にまず見ていただきたいなと思ったんですよまず見ていただいた上でえで、ー、もしねあの気に入らなかったら別にもう結構です、他の方でまたご覧にな,なっていただきますんでただいつもお世話になっている方に、まあ、順番に、ね、さっきさっきこうお出ししてねあの気に入ったのであったら買っていただきたいなと思って、えー、持ってきたんですみたいな感じで。 感じでで、えー、外すするんですよっていうのが結構制約率の高いというか、えー、まあ言うたらその外商部とか百貨店の美術部の、えー、営業力によって、えー、販売制約が決まっていくとただ、えー、店を展示するね構えとかんと、えー、フラッとした新規のお客さんが、えー、その絵を見て買って帰るということもあるのでやっぱ美術画廊としてのねこうギャラリーを作っとかなあかんというのでああいうのがあるとそういうふうな立て付けなんですよ。 で、画家が自分で、えー、その美術部で展覧会して古典とか何とかして、えー、画家が自分で販売するっていうことはほぼないです。はい、えー。営業販売ができる画家っていうのはなかなか珍しいと思います。大、う、体、ん、画商さんとかそういう美術部の人たちが馴染みの顧客さんを持って、そこに、えー、絵を提案して販売して売れていくというふうな流れになるので、結構その外商だより美術部だよりっていうのがあるんですよ。 っていうのを入実に表したのが、えー、この美術部にての作品なんですよ。前振り長かったね。いや、結構このバックグラウンドを知ってないと、この美術部にての作品の楽しみ方がわかんないと思うんですよ。だから、これどっちかというと、あの、画家にはよくわかる風景じゃないかなと思うんですね。言うたら、なんか、どんな風景かというと、その美術部のやり手のお姉ちゃんが、えー、お客さん、顧客に対して、あの、電話を捨てるという図なんですね。で、いいの入ったわよ。ちょっと見に来ないってい。ちょっとなんか飲み屋のママ。 みたいな感じでちょっと黒電話でね <laughs> かけ取るんですよ。でそれをなんか心配そうな感じでじーっと見つめるっていう女の人が描かれてるとこの女の人がねちょっと誰,なの誰を描いてるのかもちょっと書いてなかったんでわかんないんですけどもしかしたらタバコ自身なのかなとも思うんですけどね。だかららうたら画家からしたら 自分の作品が売れるかどうかっていうのはその美術部のね、えー、お姉ちゃんにかかってるとその電話してるお姉ちゃんにかかってるからちょっと心配そうな面持ちでこう見て「うん売ってほしいなでもどうなんだろうなえ見てくれるのえあやった見てくれるとしたらチャンスがあるかも」みたいな感じでおドキドキしてるっていう図なんですよ。だから女ののの人は、ね、もう別に気にしてずに気ずくくるるる今日も売上今年今月の売上どどううししかかなななみたいい感じでで考えてのかもしれないですけどっていうのが描かれてて多分画家にとっては まあ、あその気持ちわかる。心配よね。売れてほしいけど、そのね、全部前、全権、全権を委ねられている状態わかるわ、みたいな感じで、えー、美術印象を、えー、取ったんじゃないかなと思います。<laughs> わからんけどね。これ、だいぶ想像があるけども。でもまあ、多かれ少なからね、そういった部分っていうのは画家にとってはあるんですよ。こういうバックグラウンド背景。どういう風に売れていくのかのシステムって言ったら、えー、あるんですよ。 っってててていいううののののがまあ描かれれでこの美術部っていうのは銀座の松坂屋と言われておりますへ東京の方だったら知ってるかもしれないですけどいやあそこなんやみたいなそういうのが描かれているので、えーまあ、よかったら作品見ていただいて面白いんじゃないかなと思います、まあ、そういうので、えー、長くなりましたけど「導人になりましたよ」と「よかったね」と「運営側に回りましたよ」と言うたらまあ 一つの地位を得たわけなんですね、まあ、運営側日本美術院の言うたらね審査する側みたいな感じになったらば、まあ、世間的にも相当な地位になるわけなんですよ。でどうなったかっていうと、えー、1955年、えー、50歳の時に、えー、転機が訪れます。それが、えー、女子美術大学の日本画家専任講師に、えーまあ、任命されるというか、えー、依頼が来るわけなんですね。でこのま、女子美術大学っていうのは あの,多分この言うた母校ですよね、えー、北海道から出てきて一番最初に入った自分が画家になる勉強をした最初の大学の母校から、えー「日本画家の専任講師やってもらえないですか?」っていう依頼が来たんですよ。 まあこれ多分同人になったからっていうのも含めてね、いろんな力が働いたんじゃないかなと思うんですけども、依頼が来たと。卵からしたら、やっつょーってなるわけなんですよ。言うたら、まあ、本業は今まで小学校の先生をしてましたけども、小学校の子供の面倒を見ることは、副業には何のね、プラスにもなってる。なってないことじゃないか一応モデルにはなってもらってるから。でも、あんまね、直接的なプラスにはなってなかった中で、美術大学の日本画家、専任科 とコースっていう,ことはうだからまあ大学で、ね、教えてる最中にお「じゃあみんなこれ書いといて」って言って書いてるのを、ね、見てるふりしながら出品作の練習をできるみたいなね出品作を制作してるっていうこともできるわけなんですよ。でまあ誰かからね「片岡君君の生徒ちゃんと見てる中で、ね、絵を描いてるけど見てます」 これは生徒に教えるために私が描いてる仕事ですから、絵を描くのが仕事ですから、美術の先生が絵を描いて何が悪いんですかみたいな感じで逃げれるじゃないですか。だから本業と副業がかなりシナジー効果、相乗効果があるという状態になれるっていうことで、えー、女子美術大学の日本画家専任講師になった、やったーってなったわけなんですよ。 でまあ、小学校の教師は、まあ、あの長いことお世話になりましたということで退職してそっちの方に仕事を、えー、移ったとだ本業と,いうとは、まあ、う言うたまあ言うたらベクトルが一緒のところで仕事するからこっからもうパワー全開になっていくわけなんですよもうアグレッシブタバコになっていくわけなんですよねオラオラ時期になっていくわけなんですよタバコパワーアップみたいな感じでで、えー、どうなっていったかというと課題を広げていったんですね はい、今までは人物画オンリーだったんですけども、えー、そこから違うものも画題として扱うようになっていきましたそれが、えー、1959年で初めての古典をしたんですけどもそれが、えー、海を題材とした古典だったんですね海風景画でございます風景画ほう海かってところなんですけど 「でまあ、あれ狂う波」とかがねすごいパワフルに書かれているものに、えー、こう行きましたよと。まあ最初はねあの風景画んでやりだしたのというと人物を描いている背景後ろ側にも力を入れたいなということで風景画を勉強したらその人物画にも当てはまってこう相乗効果でよくなるねっていう意識から風景画を勉強しだしたとも言われてるんですけどまあそれの第一段階が海やったと。たただだ海やりだしたんですけども 最初海怖かったみたみいななんんですよなんか海怖いからもう私立って見てられへんわもう海怖いわ書か,か,かなあかんけど怖いみたいな感じでタマちゃんは言うてたと。 でも、えー、かからあかんって言うと、かからかんからな、もうそうやな。キャプテン翼の翼君くんもね、えー、サッカーボールは友達は怖かったがボールは友達だから、それを大事にしてね、えー、仲良くなったらサッカー上手くなるから、そう言ってたんだ,だから私もこの海の波をね、好きになって友達やと思ってね、えか、ー、こうと思って、怖かったらあかんな。友達やと思って。でも翼君くんは友達のサッカーボール、めっちゃ蹴ってるけどね、友達やのに思いっきりバコーンって蹴ってコンクリートにめり込むようなこともあったりするけども、あれはええんかな。まあまあそれはええとして、私は海をかこう。 海友達やからみたいな感じで書き出したとっていうので、海のシリーズっていうのはここら辺で結構出るようになります。はい、なんかナルトの渦とかもね。結構描いてたりするので、まここ辺の作品でタマちゃんはやっぱね。風景が化しても、あのパワフルあの波の勢いっていうのはなんかすごいね。デフォルメされてて、なんか頭子らしいな。玉子節やなっていうような。そういう迫力があるのが出てくるのが、ここら辺になってきますね。めちゃめちゃ面白いなっていう作品,作品が増えてきます。 で人物画に関してもちょっとね今までは、えー、どっちかというと身近な人たたちが題材やったんですけども幅を広げます、はいえー、まず人物画で、えー、何を題材にしたかというと歌舞伎なんですね歌舞伎おー伝統芸能いいねいいねみたいな感じで広げたとで,、まあ、でも言うてもね歌舞伎ってそんなねスケッチどうやってやんねん舞台行って舞台で描くわけにもいかないじゃないですか。どううやったかというと これね、あの、前田先生が、前田清三サンバガラスの A ね、A 先生が、あの、あ、玉ちゃん、そうか、そうか、歌舞伎やりたいんか、ほんなら、あの、歌舞伎の舞台裏とか、が楽屋とか、全部いけるように、フリーパスの権利をね、俺、申請してあるわ、みたいな感じで、えー、歌舞伎の楽屋とか、すごい有名、市川團十郎的な、えー、そういう人たちにも、えー、モデルになってもらえる権利、みたいな、フリーパス、みたいなのを、え、前田清三が、なんかこう、取り付けて、玉ちゃんにあげたと、すごいな、前田生存 そんなんできんのって <laughs> そのこの当時の前田清掃のパワーすげえ政治力すげえなってところなんですけど、まあ、それを玉ちゃんに与えて玉ちゃんはめっちゃそこで歌舞伎にはまったと。 でまあ、こ,のとこの時期に結構歌舞伎のシリーズの作品というのは描いてますね。えーまあ、一番有名なのは尾上梅光っていう、まあ、7代目尾上梅光を描いてる作品っていうのが何点かあったりするんですけども、まあ、こういったものが結構重くておお面白いなっていうふうな作品を画題開けたなっていうのが見どころの一つになります。で次が歌舞伎以外にも能にもね興味を持ったと。 はい、で能でまあ有名な作品っていうのが活業っていう作品で、えー、これはまあ借境っていう能のねあれをテーマを、えー、題材にした作品になるんですけどもまああのいよいよね虎が、えー、子供谷から落としますよとではい上がってきたやつがあの育てるよとお前はい上がってくれんやつは百獣能の資格はないからなわしの子供やったら上がってこいみたいな感じのドラマがありますよっていうのを、えー、能でやったのが釈経なんですね。 ですよでこれが、えー、1961年に文部省に買い上げられるという、えー、文部省が「買ってあげるわ」みたいな感じで言ってくれたの「やったー買ってくれた売れた!」みたいな感じでこれで評価高まって、えー、日本美術院の評、えー、議員になります。マジっすか 表議員すみたいな。表議員っすよ。なかなか、同人の中でも、えー、やっぱ役職、いろいろあるけど、なれる人と平野の同人っていうのがあるんですよ。同人グループの中でも、えー、ヒエラルキーがあって、役職ついた方は、やっぱそれはパワーあるんですよ。で、中で、表議員になったっていうことを、やっぱこれだけのね、評価があったからということで、よかったね、ということで表議員になったと、サちゃんすげえなっていうところなんですよ。活躍してます、えー、とで。まあこれはね、あともう一つは、えー 歌舞伎のーときて次が雅楽,楽,、はい、楽で、えー、代表的なのが「幻想」っていう作品があるんですけどもこれはねめちゃめちゃパワフルめっちゃかっこいいこれはね僕も、あのー、さっきの紹介した本でね載っててめちゃめちゃ綺麗な写真で載ってるんですけどこれパッと見た瞬間に「おお めっちゃいいやんこれめっちゃかっここいいやんこれ現物のリアル台で見たらもうとりこになるやろなっていうのが想像できるぐらいのめちゃめちゃすごい世界観タマちゃんこんなんも描くねえやこれすごいなこれ知らんかったらタマちゃんの新しい魅力やなって思えるような作品なのでねまあできれば本でも読んでいただきたいしどっかで展覧会でね見れる機会があったら見に行っていただきたいなと思うんですけどなかなかパワフルなすごいなんか。 宇宙を感じれるようなそういう風な世界観の作品が幻想になります。まあ、こういう風うな人物がもう、えー、幅広く生きましたよと広げましたよとで、えー、その後火山にテーマを移していくんですね。 まあ海切って次火山と、まあ、燃えるような山も私のねタマコパワーには必要なんじゃオラに元気を分けてくれみたいな感じでねタマコは思うわけなんですよで火山をどん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 射精していくとなんか火山でパワーありそうじゃないですかまあ海もねこうザッパーンっていうのパワーあるじゃないですかあんな感じでパワーあるもんタマコ好きやったと。 でで火山をどん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 射精していくわけなんですね桜島であったり浅間山であったり蔵王山であったり妙義山であったりでもいろ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 こうねスケッチしていってだん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 研ぎ澄ましていって火山で最終的にたどり着くっていったらそう富士山にたどり着くわけなんですよここでここからねタマコの代表作富士山のシリーズっていうのがスタートするわけなんですよこのドラマから。 それが1964年なんですね。ここから富士のスケッチを開示するっていうことになります。で、まあ富士山ね、言っててもあのー、最初ね、玉子って富士山舐めとったんですよ。まあ大丈夫でしょうと、まあ楽勝楽勝。私今までね山いっぱい描いてきたからもう描き慣れてきたし。 なんか富士山で言うたらまあ特徴的な形してるからね扇を逆さ向けたらなんかそれっぽく見えるやんほ富士山っぽくなるやんそんなもん描くぐらいだったら楽勝楽勝って思っとったんですけどいざじゃあ座って描こうかとするとあれ描けへんあれ描けへんなんか高さも出えへんしなんか富士山のすごいなんかパワーも出えへんしあれなんでどう描いたえんやろうって思っとったやつなどっかから声が聞こえてきたと「たばこお前なめとったやろ」。 わしかけると思って舐めとったやろ。誰ですか誰ですかわしが富士山お前舐めとったやろ。お前舐めんなよ。わしをかけきれるやつは今まで誰もおらんかったんや。お前のな、師匠の,す,のすごいやつの横山大観。お前の団体のトップの横山大観も、わしを産かうさん書いとけとけまだ全部かけきれてないっていうぐらいすごいんじゃ、わしは。 うん、お前が大好きな葛飾北斎。あいつもな、なんか連続シリーズで不学36系とか不学100系とかいっぱい出しとったけども、まだわしを捉えきれてない。そんなものをお前が簡単にかけると思うなよ。なめんなよ。精進しなさい。みたいな感じの声が、えー、タバコには聞こえたと。大丈夫よ、タバコ。<laughs> だいぶ病んどるなと思うけど、まあ、聞こえたと。 で、タバコは、あの、やっぱかけへんっていうことにすごくこう、挑戦意欲がね、駆り立てられて、よっしゃ、やったろやないか、富士山。私があんたをかき切ってあげるわよ。えー、葛飾北斎も横山大観先生もかき切れなかった富士、私が一番会場にかき切ってあげるわよ、みたいな感じでハマっていくと。そのハマりが、なんと40年ぐらい続くらしいんですね。えー、富士山シリーズ、ここからスタートして、40年間ぐらいかき続けるというライフワークになっていくというスタートがここになります。はい。 で描、えーまあ、くのにあたってやっぱねすぐ描きたいと、ね、なるべく近くがいいということで引、えー、引っっ越越ししまますす、はい、富士山書くために東京におったんですけども、えー、神奈川県の藤沢市というところに引っ越してそこからか、えー、富士山に足しげき加えて、えー、めっちゃスケッチするようになります。 で、正月には必ず正月詣をします。はい。正月詣して、まあ書いてない、ね、だからね。富士山あの、ありがとうございます。今年も書かせていただきますからね。今年こそ書かせていただきますからね。みたいな感じで書いとったと。 で、まあ、なんなんね、ええー、こう、はまっていって、一番マックスでハマってる時は週一社製に行ってたらしいですね。すげえな、もう週一社製に行くって。まあ、新庄に行くんだったらあれだけど、週一富士山社製ってすごいドハマりしとるんなっていう、それぐらいはまってたと。で、まあまあ、やってたんですけど、こっからね、えー、画風にもすごい変化が現れて、技法の方でね、変化が現れて、 まああの片岡玉子の富士山ってまあすごいえまあ迫力があるというかボリューミーで色も艶やかなんですけどもえまあちょっと油絵じゃないんかなと油絵と見間が合う人もいるんじゃないかなと思うんですけどあれは。 まあどういう技法なのかっていうと、えー、日本画の絵の具って基本的には「ニカわ」っていって動物の骨を溶かしたゼラチンとかで、えー、こ固定定定着させていく止めていくんですね、まあ、接着していくんですけども、えー、それでは接着が弱かったりするんですよ。 で、何回も塗り重ねていったり、そのね、ニカワの濃度を間違えると、絵の具が割れてしまったりとかって、なんかなんかいろいろトラブルがあったりするの結構難しいんですよ。ある程度こう、塗りかた重ねようと思っても、いろいろテクニックがいったりするんですけども、え、たまちゃんは、これ接着剤、ボンド使った上がるのかなみたいな感じで、あの、ボンドを使い出したんですよ。で、ボンドしたら定着も強いから、めっちゃ塗り重ねる,る、れるっていうことになっていくの。 で、日本画に使う岩絵の具っていうのはえ、塗り重ねれば塗り重ねるほど色鮮やかになっていくと、彩度が増していくというふうに言われてます。はい。 これはね、あの、僕は画家じゃないので何とも言えないですけども、えー、昔ね、知り合いの日本画家の日展のね、先生がいたんですよ、会員の先生。で、そこでやりとりしてて、いろいろ画質とか行ってね、話を聞いてるときに、いやー、日本画のね、絵の具っていうのは塗、ね、り重ねれば塗り重ねるほどね、色鮮やかになっていくからね、美しくなるんだよ、綺麗になっていくんだよ。ただね、掛け軸のね、絵はね、塗り重ねすぎちゃうとね、硬くなってボリュームができてね、巻くとバキバキバキって言われるから、あんまり塗り重ねれないからね、そこら辺の加減をするのが難しいんだよ、みたいな感じの話を 聞いいたこことととがあるとでいうことでだから塗り重ねることをすればすればするほど、えー、色鮮やかになってくるただ2革でやろうとすると限界があるという中で接着剤使ったからあんだけ綺麗になったよというそういう風な話なんですよ。でまあ、えー、日本画と洋画を分かつ境界線っていうのがねだん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 あの合間になってるっていうのがこの当時の問題点というか議論やったんですよ。 っていうのは昔はね、あのー、昭和戦前ぐらいまでは、まあ、言うたら薄塗りの映画日本画だよって、まあ、日本画と洋画ってまあ ちょっと近くはなってるです遠近法とか取り入れ出したらなんか西洋画っぽくなるけどまあ言うてもねえー、まあまた厳密にこう画風とかも違うから西洋画と日本画っていうのは分けれてたんですけども戦後になっていくと厚塗りの風景画っていうのがめちゃめちゃ主流になっていくんですね、えー、東山海とか平山行こうとか、まあそこら辺が厚塗りのね奥田幻想とかもそうですけどもあの風景画をしてってだん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 これ洋画なんじゃない日本画と洋画が全然ちょっと 区別つかへんなみたいな感じで画風だけ見たらねこれ日本画洋画どっちみたいな感じになってったんですよで、えー、そういうのを、えー、もう言ったら日本画と洋画を分ける境界線何にするっていうところで画材が違うっていう苦しいね、えー、言い訳があったんですよ日本画はね煮川で固定してたんですけども洋画は違うでしょこれが、えー、日本画は煮革を使うということが、えー、こうね あれですよ日本画とヨガを分ける唯一のさこう境界線ですよみたいな感じのことを言ってたんですけどもタマちゃんはニカワを使わずに、えー、接着剤ボンドで、えー、接着しちゃったので、うん、この境界線も全く意味ないねっていうところで日本画をぶっ壊すっていうことをしたのがタマちゃんとまあやりたい放題やったとまあそこら辺がねタマちゃんらしいなっていうところなんですけど、まあ、こういうふうにしてってでよりダイナミックな、えー、タマコ画風っていうのをここら辺から、えー、展開していく形になります。で タまコの、えー、富士山っていうのはあの富士山をすごい、まあ、タまコは尊敬してたんですね、えー、まあ親しみと威厳,威厳があるからすごい尊敬の念というか、まあ、恐れを抱きながら描かせていただいてたっていうことでその裾野をね富士山以外の部分裾野の木とかっていうのにすごくあの凝るようになっていくんですね。いえだまあ富士山に 花を着せるような花ちゃんい服を着せるようなイメージで、えー、花とかを描いていってたんですねだからまあこの着物の模様みたいな感じですごい丁寧に、えー、富士山の下の方というのを描いてるのが特徴になります。でこの、えー、下の風景あの花とかを描くのが、えー、今まで培ってきた あの人物画の着物の柄とかの描写の描き方っていうのが生きてくるんですよ。片岡玉子っていうのはまああの前田節子に布団の柄褒められたみたいなのがあったじゃないですか。あんな感じで着物の柄とかディティールっていうの文様とかの描写にめちゃめちゃ昔からこだわりが強かったんですよ。めっちゃ細かく細かくなんなんでそんなに細かく描くのっていうぐらい描くんですね。だから歌舞伎とかあの能とかの衣装とかもめっちゃ細かく描く。それまあ好きやったんやと思うんですよ。で描いてたのが、えー、その 富士山ののの花とかかを描くのにめちゃめちちゃゃされてるんですよだから富士山も面白いけど周りの裾野もパワフルあって面白いねだからえすごいこう引き立て合ってるっていうのが一つの空間としてえできてると成り立ってるということで片岡玉子の本物か偽物かを見分けるえ一つの、えー ポイントは、えー、下のこの裾のがね、ちゃんと細かく書かれてるか、手抜いてないかっていうのも一つのポイントらしいです。へーってところなんですけど、ね、まあそういうこともあるらしいです。はい。まあこんなんで、富士山のライフワークがスタートしましたよと。だ富士山、片岡田も代表作ですけども、一本目の矢はここで、えー、ここからスタートしましたよっていうのをスタートします。 で、えー、次が1966年に、えー、愛知県立芸術大学の日本画専攻主任教授に、えー、就任するという形になりますこれねああのー、まあ、天気なんですけども、えー、愛知県の、えー、芸術大学というのが開校したんですよ新,新規オープンしたんですね で、じゃあ誰が日本画の先生、まあ、新規オープンやからね、やっぱ生徒集めなあかんからね、いい先生のノミネートしなかん集めなあかんっていうことで、大学側も必死になる中で選ばれたのが、えー、たまちゃんやったんですよ。まあ言うたら、引天のね、日本美術院の表現にまでもなってるから、それはまあいいところの、もうそれなったら、来てくれたら、そのラッキーってなる、大学側もね、やったウェルカムーみたいな感じになるわけなんですよ。すごい名前のある人が来たー、みたいな感じでね。で、それをおっしゃって、生徒が集まるかもしれないっていうのもあって、やったやったっていうので、こう、リクエストし たまちゃん来てくれるとということで,でタマちゃんは、えー「女子美術大学どうしたの?」っていうと「や、えー、めはしなかったんですけども、えー、ゲスト扱い」だから非常勤講師として一応席は残しだけども本腰は、えー、愛知県立芸術大学の方に、えー、移ったとそういうふうな形になります。でまあ、言うたら、まあ 気持ちね、新たに、新しいね、愛知のところで行って教えるんで、しかも新設のピッカピカのね、学校で教えるって言っら、まあ、気持ち新鮮になって、なんか新しいことやってみようかなっていう気持ちになったと。ね、新鮮になったと。で、スタートさせたのが、えー、貫えになります。はい、出ました。面構えシリーズね。えー、たまたま岡田まこの代表作シリーズ、富士山シリーズともう一個、総癖として言われるのが、構えになります。はい。これは何なのかっていうと、 今までは言うたらほとんどは生きてる人を描いてたやつね人物画っていうの玉子はいっぱい描いてましたけど、まあ、みんな生きてますよモデルがいましたよだったんですけども、えー、この「面構え」っていうのは基本的には亡くなってる人過去の偉人たちをえ自分なりに解釈して自分ならこうだっていうのでえ描き出してるというシリーズ本なんですね。 でまあ、あのいろんなね、えー、資料とかをめっちゃ勉強するんですよあの、ね、木造とかを見たりとかプラモデルじゃないけど木造を見たりしてスケッチしたりとかいろんな資料を読んで「あなるほどこの人はこうだったんだ」とかいろんなのをインプットしてインプットして自分なりに出したのがこの作品という形で「面構え」のシリーズをどん,どん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 出していきます。 で実際どんなふうな作品を人たちを書いたのかっていうのをねちょっとリストでまとめましたので、えー、こちらをご覧ください。 はい、結構ねうさん書いてるんですよ何十人かで、ね、書いてるんですけど、まあ一番ね代表的な最初のおやつがえ「足利尊氏足利義満足利義政」っていうことで、まあ、室町幕府の足利将軍誰か言えって言ったら大体こう3人が上がってくるからとあとまあおるんですけどマイナーすぎてあんま出てこおへんなっていう感じじゃないですか。まあマニアックにってたら足利、ね、義輝とか足利義明かラストらへんの将軍言ってくる信長の野望をやってる人がねやったこと 言うかもしれない大体、まあ、まあいいこの3人が言われる中で、えー、それを描いてるんですけども3人ともね同じような角度で描いてるんですけどそれぞれ特徴が違うんですよ。えー、たから、えー、ら見たら足利隆氏はこうで吉正はちょっと文化っぽいから文化チックだからこういう人だろうみたいな感じで描き分けをしてるのがね結構面白いんですよ。これね、えー、ネットで何個か画像も落ちてるものもあるので見ていただきたいなと思うんですけど見比べてみると面白いかなと。 と思いますこういうふうに戦国武将を描いたりあとまあ上杉謙信と直江兼軍の二人がこうねおゆう作品を描いてみたりあとは豊臣秀吉と豊臣秀吉の名参謀と言われてた黒田官兵衛、まあ、大河ドラマでも昔になりましたけども、えー、が二人でなんか会議してるみたいな感じのやつが描かれたり。 あとはまあ、家康が書かれたりという感じですね。えー、家康はね、あの、狸みたいに書かれてます。<laughs> 狸親父やな、みたいな感じで。まあ、えー、まあね、そんな感じ、イメージは狸っぽいのか、だからあってるのかもしれないですけどね。なんか、あのー、ね、中野なら泣くまでまともほととぎすみたいな感じで、なんか海戦山戦みたいなイメージじゃないですか、家康って。だまあ、狸親父なんかなっていうイメージで書いたのかもしれないですけど、なんか、えらい日焼けしてメンタマとこだけ白いな、みたいな感じになったんですけどね。えー、まあ、こんなもあるので面白いなと。 で、戦国武将の他には、えー、お坊さんも書いてますね。えー、まあ、日蓮さんは結構若い時のなんか、武田家臣ようなイメージでえー、書かれてますと。 ね、えー、それと、まあ、赤い、赤色でね、えー、日蓮さんは描かれてて、で、それの双壁の、えー、白韻さんっていうのはちょっとダークな感じで描かれてますと。で白韻さんはね、なんかね、えー、なんか、なんやろな、これ、すごい、ちょっとグロテスクな感じで、なんかもうちょっと書き終わったんちゃうかな <laughs> と思うんですけども、えー、富士山を背景に白韻さんは描かれてて、多分日蓮さんと白韻さんで、えー、こう、セットみたいなイメージなんちゃうかなと思うその違いを見るのも楽しいかなと思います。 であと、雪舟さんも書いたりね、してますね。雪舟は、えー、人物画の横に雪舟の水墨画の作品も一緒に描いてるというふうな感じですね。これおもろいなと思いますけど、えー、水墨画もかっこいいや、みたいな、やりたい放題やらというような感じです。で、あとはね、なんか題材、何をこネタにしてるのかよくわかんないですけども、えー、平賀源内とか言いますね。あの発明家ね、エレキテルワーとか言っとったやつね。まあ、それが描かれてると。 であとはツタヤ、津田谷十三郎ね、えー、浮世絵の版、えー、元として、まあ、すぐ活躍してましたよっていうツタヤ、ジュ谷ザ三郎、ツタジオが書かれてたり、えー、三島経伝とかもね、書かれてますね。えー、三島経伝は浮世絵師なんですけども、えー、捕まっちゃったよね。慣性の改革で取り締まりの中で、えー、捕まっちゃったっていうのを、えー、葛飾北斎の動画の時にちょろっと紹介してるので、えー、今日そこら辺興味ある人は、またよかったら葛飾北斎も見ていただければなと思います。 であと極低馬巾しし、ねえー、っていうのはまあ滝沢馬巾とも言いますけれども、えー、葛飾北斎とコンビを組んでゴールデンコンビで両方とも売れっ子やったのが、えー、コンビを組んでさらに売れっ子売れっ子のすごいゴールデンコンビになったねっていうことでそこら辺で破竹の勢いだったねっていうのをご紹介してるので、まあ、そういうのも、えー、描きましたよと。 あとは柳亭太彦ですね。柳亭太彦は北斎のところでは僕はご紹介しなかったんですけども、あのー、その時にね映画が出たんですよ。えー、去年去年一昨年だったかな、えー、映画で北斎っていうのがあって、それのラストら辺ですごい重要な役割をするのが柳亭太彦なんですね。えー、まあ下作者なんですけれども、えー、その時は長山栄太さんが演じているとで北斎シリーズの、えー、その何映画の中ではかなり重要な演技をしてたのが。 永山瑛太さん演じるえ竜貞垂彦なのでよかったら映画も見ていただけると嬉しいなと思います。はい これは浮世絵師のねウェイトがめちゃめちゃ多いんですよ面構え。というのは、えー、この玉子っていうのは浮世絵師めちゃめちちゃゃリスペクトしてたんですよ、えーまあ、自由当時浮世絵師っていうのは、えー、幕府とかのその何加納派とかね土佐派とかみたいな感じで結構どっかについて、えー、ルールの中でやっていかなければいけなかったという立場ではなくてどちらかというと庶民向けに自由に自分の表現ができた、まあ、制約とかもあったんですよ。あのののととか店舗の外国とかか自由あのなんか まあねえー、風景を生み出すもんはあかんみたいな感じで取り締まられたりはしてたんですけども言うても発想自由やから面白いねみたいな感じでそのハイディア面白いなということで玉子っていうのはその自由さにすごい憧れてたのでこの「面構え」シリーズでは浮世絵師めちゃめちゃ出てますよというのが特徴になってきます。はい、だからまあ鈴木春信とかねも出てきますし、えー、勝川春将勝川派のね葛飾北斎の最初のご師匠さんを勝川春将ということでこれも出てきたりと。 で、え、かとしか北斎ももちろん出てきますよと、え、外風海星をバックに北斎が描かれていると、これもなかなかパンチ効いたね、面白い作品ですけども、こんなの書かれたりで、極めつけが歌川国吉が描かれております。 でこれが、ね、面白いのが歌、えー、川国吉が、まあかまあのー、画面の右に描かれててで左側に当時、えー、その浮世絵のいろんな研究の材料をくだ,、えー、くださってた人がいたんですって玉子、あのー、に「玉、えー、ちゃん浮世絵描きたいらこ,こんな資料もあるよとか「あわかりましたじゃあそれを参考に書きます」みたいな感じで結構世話焼いてくれた研究家がいたらしいんですよ。 で、その研究家を、その歌川国吉の横に、左側に書くと。だから二人が、なんかね、並んで書かれる。過去の人と、現代の人が一緒に座ってると、スーツ着て座ってると、なんかめっちゃ面白いですやなと。で、背景に、歌川国吉の代表作のクジラの絵が背景に書かれてますよっていう作品があるんですよ。これがね、めちゃめちゃ面白いので、えー、本で読んでいただいても、見ていただいても結構ですし、現物見ていただいても、ネタで調べていただいても、 結構なので一回ちょっと見ていただいた面白いんじゃないかなと思いますはい。こんな感じで面構えシリーズっていうのをスタートとしまして、まあ、第2の矢ですね2本目のドライフワークこれも、えー、亡くなるぐらいまで結構晩年までずっと描き続けてた、えー、シリーズ文になりますねでもう一つね、えー、シリーズ文があるんですよこれはあんまり知られてないんですけども、えー、1971年で一つの仕事をタモコっていうのは受けて描きますそれが函館街灯風景 っていう、えー、作品になりますこれはまあ何なのかというと北海道まあ北海道生まれじゃないですかタマコってで北海道になったのって明治時代になってからなんですね、えー、それまでは全然まあ蝦夷地とか言われてたりしてましたけどもそれがまあ北海道になってちょうど100周年だったねっていう記念で、えー、なんかいっぱいいろんなことしようぜって盛り上がってたんですよ北海道が。 でその中の一環で、えー、ちょっと北海道の絵描いてやみたいな感じで道庁から北海道の道長からたまこに依頼が来て「分かりました書きますわ」みたいな感じで「道道えー、しじで久しぶりやな親父に感動をくらって依頼やけど」っうそうじゃないかもしれなん帰ってたかもしれへんけどねその時には和解しとったかもしれへんけどまあまあそんな感じで描いたとっていうのが、えー、この函館街頭風景と。 でここからスイッチ入ってタマコっていうのは北海道の風景っていうのも結構描くようになってきます。これが第3のやるですね北海道風景シリーズ。まあ言うても北海道ってあのすごい絵になるところが多いんですよ。自然がいっぱい残って大もうねなんていうの。 大自然広がるエリアなんで、まあ、ほんまにね、あの、北海道の端から端まで普通に行こうと思ったらめちゃめちゃ時間かかって、あの、行けないっていうぐらい広いんでね、もう全然エリアによって、あの、環境も違うので、まあ、そんな感じで北海道の風景っていうのは結構絵になるなっていうことで、たまこのスイッチが入って北海道シリーズっていうのもたくさん描くようになります。はい。 でそれでどうなったのかっていうとここからねまあ言うたら画業がどん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 進んでいくわけなんですよもうここら辺になってくるとね完全に重鎮化していくのでどん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 ここから賞で表彰されることが増えていきます。はいうわで1975年昭和の50年に「面構え」シリーズで「長文才英氏という作品を描きます。これはまた浮世絵師なんですけどもこれを描いたんですけどもここで「日本芸術院恩賜賞」という賞を受賞する形になります。 はいえー、日本芸術印象は分かるんですけどねあのー、なんとなく今まで、えー、こう紹介した中で。 作家を紹介した中でなんかもらってる人もおったから芸術印象わかるんですけども、えー、日本芸術院恩師賞って何ですかって思われる方いらっしゃいますよね僕も最初ここつまずいたら何やねん恩師賞ってっていう思ったんですけどこれ調べてみたらあのなここのぐらいになってくると、えー、芸術印象をもらう人がめっちゃ増えてきたから、えー、なんかちょっと芸術印象の中でも特別賞みたいなの作らなあかんなみたいな感じになったらしいんですね ななののででそれがこ賞んですよ芸術印象よりもちょっと一個ランク上のすごい賞だよっていうのがえー与えられたということでこれ見たらすんごい名誉なことが起こりましたよっていうことなんですよ。この芸術印象はね芸術家オフィシャルの芸術家としては絶対取りたいなっていうかもうそこをゴールとして頑張ってると言っても過言ではないそういうふうなものなんですよ。だからえ別に 学科だけじゃなくてさっき言った歌舞伎とか能とかねそういったところとかも、えー、こう任命されるようなそういうふうな世界国オフィシャルのアーティストだよっていう任命の賞が、えー、芸術印象なんで,でそういうの恩賜賞をもらいましたよということで「よかったよかった」ということなんですよ。まあ、ちなみに 2021年、去年、芸術、この恩師賞を受けた日本画家っていうのが、えー、千住博さんですね。えー、現代作家の、えー、代表作家みたいな感じで、ウォーターホールが人気ですけども、えー、千住さんも去年撮りましたよという、まあ、そういうふうな賞をたまこちゃんも撮りましたということで、おめでとうございます、1975年。 でえー、そんなも取ったらもう当然ね1981年に、えー、日本美術院の理事にもなりましたよと「ついに理事っすか理事まで行きましたよ」ということで「よかったよかった」と。 で1982年に日本芸術院の会員になりましたよということでまあ国からまあ認められてまあ賞ももらったからねそれは当然あなた会員ですよって言われますよねっていうことで日本芸術院の会員になったとよかったよかった、まあ、ここまで来たらね芸術家としてはもう御の字ですよだからまあここでウィーニングランでよかったんですよ。ここで学業を終えたというか、まあとは適当に流してもよかったんですけども、えー、タモコっていうのはここで止まらなかったんですよ。 へえ。いや、やめたらええやん。そういうわけでもなかった。いや、私はもう一花咲かせない。いや、もうや、ずいぶん、分やってません。いや、富士山もやってるし、面構えもやってるし、富士、富、北海道風景もやってるから、もう、もうええやんと思うんですけども、いや、私はもう一個やりたいことがあるって言って、最後始めたのが、えー、1983年、ラフシリーズやったんですよ。え、ラフ、裸すかみたいな感じで、そう、ラフをやったんですよ。まあまあ、 日本画でねラフって珍しい、まあ、ラフって西洋があるイメージではあるんですけども日本画でラフって珍しいしかも女性が描くっていうのもまたかなり珍しいんですけども、えー、タバコはどうしてもまあ描きたかった、まあ、人物画をやってきたからっていうのもあって、えー、やりたかったとでここから私はもうやり始めますみたいな感じでモデルさんを読んで、ねあのー、私ラフやりたいからやってモデルになってスポンポンになってみたいな感じで言ったとでまあ書いとったんですけども、まあ、モデルもモデルでね 結構まあ気象が激しかったか分かんないですけども「あのマちゃんそんななってない私もっと綺麗に描いてよそんなんあのあんたの一応ねなんか絵なんかもしれへんけど書き方なんかもしれへんけど私そんななってないからもっと綺麗に描いてや」みたいな感じでまあしったけきが飛ぶわけなんですよ <laughs> なマちゃんも「いやあんたなんでそんな偉そうやねん私これでも芸術院会員やね日本のオフィシャルペインターやねんでそんな偉そうに言わなあかんのこの小娘が」みたいな感じでこう喧嘩になると、ね、まあねもうそのモデルでも「小娘や言うてもね私だってねモデルとしてのプライドがあるんやからね私の美しい 美貌をいいて欲しししんんででょょきたいんでしょだったら私の言うことを聞いてねちゃんと私が一番綺麗に写るポーズを描いてくれるなくて困るわよいやそんなんやったらねあ,のあんたもういつまでたっても綺麗に描けへんもう綺麗に描けるようになるのよ百100歳ぐらいになってもよそれまで描けんの」みたいな感じで言ったら多分なんか「上等や100歳まで描いだるがなんだったらお,もおとなしくモデルになっとき」みたいな感じでやり合いをしてたかもしれない。 かもしれない。<laughs> ここまでは言わないけども、知った激励はあったというのは聞いているので、まあこういうふうな感じのことがあって、たまちゃんはなんと100歳まで本当に書きましたっていうことで、すげえな、100歳までちゃんとやんねんやみたいな感じで。だから4本全部、あの、ラストぐらい、晩年まで、えー、矢を通すんですよ。富士山シリーズ、貫え、えー、北海道風景、で、ラフシリーズのこの4本の矢で、えー、晩年までずっと突き進むということで、まあ最後でほんまに 変わらなないい人やったのだなというとうころでで、まあ、その後ね、まあ、言うたら、ね、こっからは結構公共の大きなバーとかの、えー、何ターミナルとかの障壁があるとか,なんかそういったものを作るようになったりとか言って結構大掛かりな仕事っていうのも結構入ってくれてるんで晩年まで、ね、すごい活躍してたんですね。で、えー、1986年に文化功労者になりましたよとよかったけどもうここまで来たら、ね、文化功労者になるよねと。 で1989年についに文化勲章をゲットしましたよと文化勲章を受賞ということでまあ芸術家の中でねやっぱり、あのー、日本芸術,院芸術院の会員になるっていうのと文化勲章を取るっていうのはまあ一つのまあ大きなゴールかなというところですね。まあ、ここをやっっっぱ取取くかかかないと だいぶ違うなと後世のねあれでも違うかなと思うので、えー、まあそこで文化勲章も取ったということでやったーということで一つ取ったとで。まあそんなのまでなってたらついに2006年平成18年日本美術院の最高顧問にまでなりました。はい。 もうすいません。もう最高顧問がどこぐらいの役職なのかもうわかりません。もう顧問ボケでもようわからんのにもう、顧問って言ったらもうね、部活動しか思い浮かびません。部活動の先生ですか、顧問って。もうそれの最高ってどういうことマックス顧問ってどういうことですかもう私わかりません。とりあえずすごそうなのだけはわかります。っていう方は大丈夫です。あの、簡単に言うと、えー、日本美術院の最長老になりましたよっていうことなんですよ。はい。もう言うたら名誉職ですね。 えー、まあ日典もそうですしイン典も多分,そう多分そういう役職なんだろうと思うんですけどもある一定のね年齢までいくと顧問っていうところにこう移動するんですよ。でそこっていうのは、まあ 直接管理にはこうね、えー、運営には関わらないけども、まあ、名誉職みたいな感じで一応席は残しますよみたいな感じで、重、ま、鎮、あ、みたいな会長的な扱い、そういうふうな感じでな、えー、ったそれのマックス最高顧問になったよということで、いうのはまあ本当に、まあ、ドラゴンボールの最長老やということで、まあ、ここまで来ましたよね、えー。落選の神様と言われてた、えー、タムコさんですけども、ついに最長老まで登り詰めましたよということで、すごいなと。どんだけ登っていくのよっていう感じやけども、 ここまで登りましたよということで2008年それの2年後103歳で没しますというこでこれがね片岡太郎この全画業になります長いなと <laughs> 思ったでしょ長いないやいやほんまにほんまにいやでも長いけどもこれが近代から現代まで生きてきた人の生涯になります。 まあ、結構面白かかったんじゃないかないいと思いますで結構ね、まあ、付随していろんなことをね、えー、知り分かってそうで分かってないようなこととかも結構今回はご紹介させていただきましたね。印、え、典、ーまあの,の組織図とかね役職がどういう意味があったのかとか、えー、百貨店の美術部ってどんなんだったのみたいな感じでね結構知ってそうで知らないっていうのが分かったと思うのでで、えー、玉子さんの,その4本のや、まあ、ライフワークとして最後まで書き続けたっていうのはどういうふうな流れから、えー、書くようになったのか といいいうのも、ね、結構魅力的で面白かかったんじゃないかなと思いますこれを知った上で今後絶対ね片岡玉子さんっていうのは、まあ、展覧会とかでも出ますし特集配れたりとかっていうので目にする機会っていうのはまず間違いなくね絶対増えると思うので今回の動画でねしっかりと勉強していただいた上でそれらを見に行っていただいたらより楽しめるんじゃないかなと思いますのでよろししくお願いいたします、はい、このチャンネルでは今回のように日本美術やそれに関するさまざまな情報を発信しております。 え私は掛け軸屋の2代目として現在残念ながらね衰退していってる日本の掛け軸の文化っていうのをもう一回復活したと思っております。 そのために、まあ、この今回のようにね、日本美術の様々な情報というのを発信して、YouTube で発信することによって、えー、皆さんに興味を持っていただきたい。面白いな、あ日本美術面白いな、掛け軸もなんかそういうことがあったら面白いな、みたいな感じで興味を持ってもらって、みんなが日本美術興味を持ってもらえたら非常に嬉しいなと思っておりますので、えー、応援していただけると非常に嬉しく思っております。えー、本当にね、皆さんの応援、ささやかな応援が、えー、このチャンネルを継続するね、えー、支えになっております。えー、いいねボタンを押していただけるだけでもいいですし、 えー、コメントいただいたら、えー、本当に嬉しいなと思って、必ず全部読んでます。必ずチェックして、えー、コメント返すようにもしております。で、えー、チャンネル登録してくれたら、本当にまたまた嬉しいなと思いますので、そのチャンネル登録していただくっていう数字がね、自分のやりがいにも繋がっておりますので、このチャンネルを運営するパワーにもなっておりますので、えー、皆さんどうも、えー、応援の方、今後もよろしくお願いいたします。それでは今回もどうもありがとうございました。また次回会えることを楽しみにしております。お疲れ様でした。